い、どうもモテキュア作れる荒野です。今日はね、女性向けの動画となっております。男性は覗き見していってください。デートとかするじゃないですか、男性とね。デートした時に何回デートしたら付き合うみたいな話とかもあったりするんですけど、お付き合いするまでのデートの中で男性にこれだけやらせておけっていうことがねあるんでね、絶対にデート中にそれを男性にさせるようにね、誘導していってもらいたいと思うんですよ。デート中にろくろを回させろってことなんですよ。よく説明をしながら、このね、バイアスを取り払ってとか、意識高い系の言葉を使いながら、ろくろ回し始めるんですよ。身振り手振りがね、すごく多くなって、ろくろ回してるみたいになるんですよ。これを引き出してください、皆さん。相手が何かにハマっていて、それについて夢中で話し始めると、男の人はね、こういう身振り手振りっていうのをし始めたりするんですよね。そうなってくると、皆さんはね、相手が何かに熱中していて、熱中しているものは何かっていうのをね、聞けるわけじゃないですか。これを聞き出すわけですよ。まずはね、聞き出すメリット。それが3つあります。1つ目が、何に情熱を注いでるのかっていうのが、まず見えることですよね。お付き合いするとか婚活してる人だったらね、相手が何にハマってるかとか何に熱中しているかっていうのを知らずにお付き合いするっていうのはね、結構リスキーなんですよね。まず相手が何にハマってるかっていうのを知ること。二つ目が、男性ってハマったらとことんこうね、まっしぐらいになるわけですよ。これですよ、これウルトラセブン。ハマった対象にどれぐらいの時間とかお金とか労力をかけるのかっていうのが、熱中した話っていうのを聞き出すことによってわかるんですよ。この人はね、このゲームのことどれぐらい研究して、なんならね、自分でそのブログを立ち上げるぐらい本気でやってる人だって中にはいたりするんで、何にいくらぐらい使うかっていう感覚をね、皆さん知るっていうのはとっても大事ですよ。これはなぜかというと、最終的に皆さんとお付き合いしました、ハマる対象がゲームとかじゃなくて皆さんのこと、熱中の対象が行ったとするじゃないですか。その時にどれぐらいのね、労力というか時間を割いてくれる状態になるかっていうのを試せるんですよ。で、3つ目です。脈あり脈なし判定になったりするんですよね。何かについて熱中して話そうと思うと、ろくろを回すぐらいね、こういうことを男性にさせると結構エネルギーがいるんですよ。本当にどうでもいい人相手だったら、喋るのもしんどいっすよ。ああ、いいんじゃない、うん、うん、やってみたらいいんじゃない、うん。多くの男性は話すやる気がなくなってくると、こんな体勢になったりするんですよね。ただし、ろくろを回すぐらい伝えたい思いがあるっていう状態になる、あなた相手の恋愛感情がある状態じゃないと、なかなかねこういう状態になったりしないですよ。皆さんが熱中して物事を伝えたい対象になっているってことなんですよね。友達寄りだったとしても、かなりね脈ありな方だというふうに判定することができるんですよ。理由の方3つ言いましたね。これ整理すると、情熱の対象は何かっていうのを知ることができる。何かにハマった時にどれぐらいの熱量を持つ人なのかっていうのが分かる。あとは脈あり脈なし判定に使えるっていうことですね。さて、これを引き出すためにどういう風にすればいいのか。男性に、なんか最近ハマってることあるのっていう風に聞いたりとか、今までで一番熱中したこと何ってダイレクトに聞いてあげたりとかすると、あるはずなんですよね。すごいね、過去に遡るかもしれないですよ。遡りすぎて小学校の時ミニ四駆ハマりましたとかになるかもしれないですけど、何かにハマったことがある男性っていうのは絶対に多い。何にもハマらずに大人になった男性っていないんじゃないかなとすら思います。そのエピソード、何こだわったかみたいなところね、どんどん聞き出していくと恋愛にはすっごい有利になるんでね、女子の皆さんにはすごくおすすめです。女性のチャンネル登録者がどんどん増えているのは僕は知っています。女性向けのテクニックもどんどんね公開していこうと思うので、男性の方は覗き見していっちゃってください。また会いましょう。ありがとうございました。ディダス。